前は変な札を持っていた。俺はすぐに気づいた。これは弟が追っていた偽札だってな。やっと掴んだ手がかりだ。その瞬間から俺は絶対にお前から離れずに追ってやろう。そして偽札を入手した流れから弟の手がかりを聞き出してやると決めたんだ。でも蓋を開けてみりゃ俺以上にお前は何もしやしなかった。笑っちまうよな。そうだったのか。まあお前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってるさ。偽札のことを何も知らねえんじゃこれ以上つるむ理由もねえ。俺はよ、近いうちにお前の前からドロンと消えるつもりだったんだ。だってよ、だってしょうがねえだろ。ナンバー。でもこんなことになるなんて。すまん一番、すまんみんな。なんちゃん、お前ら俺の弟をどうした？殺したのか？弟は生きてんのか、死んでんのか、それくらい教えろ。教えてくれたら俺はどうなっても構わねえ。でも一番たちは関係ねえ。俺を殺してもこいつらだけは助けてやってくれ。頼む。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。ひとまずあなたたちは客人扱いにする。蝶にも気に入られてるみたいだしね。よう、ちょっと待てや。どこへ連れて行く気だ？俺らの仲間を。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。そんな人間を仲間って呼ぶの？なあ、そうだな。俺がナンバを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっとわかったの？勘違いすんな。あいつは俺にとって仲間以上の人間だって言ってんだよ。なんだって？俺はここに流れ着いた時あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。ナンバはな、俺の命の恩人なんだ。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。ナンバの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得感情だとは俺は全然思わねえ。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。忘れんなよ。さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。この何してんの？人を集めな。やれるもんならやってみろや。